Thank you.
選ぶと思ってたよ。僕と一緒に行こうよ。オッケー。大丈夫、僕を信じて。よし、一緒に冒険に出よう。どれにする？悩むな。呼んだか、はあ、よっしゃ、はあ、うわ、準備はできたか。始めるぞ。素晴らしい選択だ。よく考えるんだ。私と一緒に冒険しませんか？一緒に行きましょう。えい、タッタッ、えい、あなたと一緒ならどこへでも、どんな時でもそばにいます。どんな姿だと思います？私と一緒に行きましょう。共に行きましょう。あなたと一緒ならどこまでも行けます。いい判断です。真の姿を思い浮かべてください。
選択だね。
見えるか？女王様が誰かに攻撃されてるぞ。ん？早く女王様を助けに行かねえと。その地図が王国の命運より重要だとでも言うのか？これを守ることが王国の私の使命です。そうか、ならばその使命とやらもこれで終わりだな。女王様！ん？何がどうなってんだ？もしかしてヤバい状況か？まだ生き残りがいたか。おいてめえ、今すぐ女王様から離れろ。あなたはどの世界にも属さない人、それがあなただったなんて。貴様らから始末してやる。あなたの言う通り、私の役目はここまでのようです。ようやく諦めたか。クー、頼みましたよ。え、急にどうして？シュノキシよ、どうかお願いします。それは守護石を、この世界の運命を。させるか。少し我慢しろよ。少しでも、とにかく命は助け、さーて、女王様は無事なのか？間違いなく地図って言ってたぜ。守護石が王国の宝物なのは、とにかくあいつらが狙う。いずれにせよ、女王様をひとまずここがどこなのか調べようぜ。行こうぜ。だな。かつて世界を統一した国だ。
エスタバニアへ行ってみようぜ。このまま名もなき王国へ戻っても女王様を助けるんだ。俺たちの頼みを断るような真似はしねえだろ。まずエスタバニアへ向かう道を探そうぜ。はん。お？おほ。あれ？なんか変なやつも混じってるぞ。ついて行ってみようぜ。見つけたぞ、さっきの変なやつ。うわー、そ、外の世界のやつらじゃないか。おーい、プンプン。捕まえたぞ。うわ、痛い目に遭いたいのか。落ち着け、俺たちはな。ん？おい、なんだこいつらは。ついてくるなって言っただろ、お前たちのせいだ。を探してただけだ。出口を教えてくれ。ポーン、オイラが森から出られる道を代わりに一つだけ頼みを。こんなところに置いておいたら。なんだ。私がやる。おい、よく考えた方がいいぜ。間違いなく持って逃げちまうぜ。もしかしてお姉さんのこと信じられないの。うう、一瞬背筋がそっとしたいね。卵をお願いしてもいい？なあ。お？ああ！ねえねえ。なんだ？シシ。
ほうほう。森が恐怖に一体何が起き、面白そうな子らを、そこの小さき者は前に見たことが、それから二つの玉、一体何、ちょっと変わってるけど、この人たちが、おい、ほうほう、わしも何かを、さあ、行くぞい。それじゃあ行ってみるかの。こいつ、誰が自分を…ほうほう、イマージ…私は、私には何かくれ…じいさんもお前の…そう…グー、私はグーが…はぁ、思い通りになると気になって仕方がない顔してんな。よし、このクーソ、こいつは心の戦士、イマージェン。汚染される前の森の心から生まれ…こいつは今、感謝の気持ちをゆっくり説明してやるから、耳の穴かっぽじってよーく聞けよ。意外な仲間ができたな。仲間って私？な、何バカなこと言ってんだ。イマージェンの話だ。イマージェン。あ、あれって、うわー、大変だ。汚染された森から追いかけてきたみてえだな。ちょうどいい。エスタバニア？あ、私、そこへの行き方知ってる。俺たちが断る。悪い子ではないよ。オイラもクロエが悪い人にはみ…ふぅ…俺、どうして誰も気づかねえんだ。そんなこと言っちゃって、クーをテリアさんの。早く行こうよ。さ、それじゃ、出発。えへへ。Ha ha ha!
ついにエスタバニアに来たぞ。どいて。うわふにゅぎぎぎぎぎ。おい豚さん、ごめんね。ごめんごめん。豚、今なんつった。おい、じゃーん、ここがエスタバニ。ふぅ、つい、よし、もう食ったら恥ずかしがり屋さん。その心配ならもう今まででいい。わかるわかるよ。また会おうね。バイバイ。クーもね。ふう、あんな人間は初めてだ。よっ。